高沢博史は、日本の企業家。楽天証券ホールディングス社長。楽天生命保険社長等を経て、楽天常務執行役員、インベストメントカンパニープレジデント、エアウィーブ取締役。東京都出身。1984年青山、学院大学経営学部卒業、鹿島建設入社。1988年に野村証券に入社。 2000年1月に日本グマックコマーシャルモゲージ入社し最高財務責任者を務め2000年に同社取締役に就任2003年に MFL 入社し同社代表取締役に就任2005年4月に楽天証券へと入社しマーチャントバンキング部長となる翌月に楽天キャピタルパートナーズ代表取締役社長へと昇格 楽天証券投資銀行本部長、楽天アセットマネジメント取締役、楽天証券ホールディングス取締役、楽天投資投資顧問代表取締役社長、楽天執行役員投資事業長などを歴任。2007年10月楽天証券ホールディングス代表取締役社長に就任する。2011年愛寮生命保険取締役、2015年楽天生命、 保険代表取締役社長。2016年楽天常務執行役員。楽天証券取締役。楽天生命代表取締役会長。楽天投資投資顧問取締役。2017年楽天生命保険取締役会長。楽天常務執行役員。インベストメントカンパニープレジデント。エアウィーブ取締役。現在は楽天常務執行役員。 インベストメントカンパニープレジデントエアウィーヴ取締役であるありがとうございます。